日の出を祝うピタゴラス・ピタゴラス教団は古代ギリシアにおいて哲学者のピタゴラスによって創設されたとされる一種の宗教結社。ピュタゴラス教団とも、現在の南イタリアのクロトンに本拠を置き、数学、音楽、哲学の研究を重んじた。前五世紀頃に盛んであった。ピタゴラス学派ともいい、ピタゴラスの教説をピタゴラス学説という、 古代イギリシャからあるオルペウス教の影響から、リンネ天章の考え方を有していた。また、原始教賛成を敷いており、ティマイオスによると、ピタゴラスは財産を共有することを結社に入る、第一の条件にしていた。この時代の宗教結社に共通することではあるが、結社外に教えを伝えることは禁じられていた。このため、ピタゴラス教団に関する資料は少なく、実態が明らかでない。 古代の証言からは、数学の研究を重んじた派と、宗教儀礼を重んじた派の二つがあったことが知られている。また、宗教儀礼を重んじた派の風習として、空豆を食べないなどの禁忌があったことが有名である。この派に属していたものとして、医学者のアルクマイオンが挙げられる。また、ピタゴラス教団自体が、非教的で教えを外部に伝えなかったことだけでなく、ピタゴラスの伝記が、 伝説やおとぎ話に満ちたものとなっているということも、ピタゴラス教団の実態を不確実なものとしている。ネオプラトニズムのポルピュリオスやヤンブリコスが書いた伝記が、ピタゴラスの生涯を歴史哲学的な物語として描いている。ピタゴラス本人を含めて、前期ピタゴラス教団の人々は、著述を一切残さなかったが、後期のピロラオース、エウルトス、アルキタスといった人々が、 ピタゴラスの思想を間接的に伝えている。プラトンにおける数学の重視は、ピタゴラス教団の影響であると言われている。ピタゴラス教団は特定の数に神秘的な性格を見出しており、その教説の一端が、プラトンの国家第十巻の宇宙像に現れているとの指摘がある。ピタゴラスの像ピタゴラス派の根本思想は近世及び調和の理念で、この理念が、 日常生活から宇宙全体までを支配しているのだと考えられた。万物は宇宙の中心点である、中心美の周囲を決まった軌道を通って広い浮きするものとされた。そして、近世及び調和の理念を基礎づけるものが、ピタゴラスの数論であった。ピタゴラス学派が数を原理と考えたということについて、アリストテレスはある時には数が、 物体の質量だと彼らは考えたといったことを述べ、またある時には数が物体の原型であると彼らは考えたといったことを述べている。このためピタゴラス学派の中には数を実体だと考える、人々と数を物の,の原型としか考えない人々が混在していたのだと考えられている。ただしアリストテレスはピタゴラス学派の人々が各々の二つの考えを 同時に持っていたのだと考えている。アリストテレスと違って、ピタゴラス学派の人々は、行創的原理と質量的原理の区別を知らなかったことに注意しなければならない。また、数論の現実的な領域への適用として、数と物事を結びつける、数を物事の象徴とするといったことが行われたが、正義を3に還元するもの、 4に還元するもの、5に還元するものが学派内に混在するなどと言ったように、曖昧がってで無精算な言葉遊びに出した。高打列、手に取るように哲学がわかる、本2008年、歓喜出版、ISBN978 から4から761265298。50ページビジェントローネ、斉藤健約、ピュタゴラス派祖の生と哲学、岩波書店、 ピアニッシモ、101から105ハットビーチェントローネ、斉藤健役、ピュタゴラス波祖の生と哲学、岩波書店、ピアニッシモ、111から113、ABCDE シュベーグラー、西洋哲学史、谷川哲造、松村和人役、岩波文庫、1958年、開版 ISBN978 から40億336万3614、 ありがとうございます。